はい、皆さんこんにちは。サッカーキングハーフタイム7月13日、本日のゲストは、ガイナーレ鳥取 GM、岡野さんです。よろしくお願いします。そして、サッカーキング戸越編集長山本さんも、お越しいただいております。よろしくお願いします。ということで岡野さん、はい、今日はお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。昨日あれですよね、はい、横浜戦をこちらで見て、はい、そのまま、はい、関東に残っていただいて、はい、今日こちら番組に出ていただいているということで、はい、今日はあのガイナーレ鳥取のお話も、いろいろ伺いつつ、多分岡野さんなのでぜひ、いろんな質問が来ると思うので、はい、お答えいただければなというふうに思います。はい、はい、ちなみに岩本さんは岡野さんとは、取材とかでは、取材は最初にしたのが99年とかで、はいはい、まあ、その前も囲みとかでは、あの代表の囲みとかではしたんです、はいはい、単独インタビューしたのは最初99年 で、はい、でそれからレイズ時代も含めて結構取材をさせていただいて、はい、あ、99年って相当古いですね。あと、はい、一番最初に本当は単独インタビューは、はい、あのそれこそジョホルバルの、はい、あの帰ってきたらインタビューを OK もらってたんですよ、はい、そうしたらですね、はい、帰ってきたら時の人になりすぎちゃって、そうなんですよ。でインタビューを飛ばされたっていう、はい、それはないだろうっていうテレビを優先されてですね、雑誌の取材だったんで飛ばされたんですけど、いや僕は飛ばすわけじゃないです。いや、僕はその時あの、はい、レッズの方に相当クレームつけたんですよね。あ、そうです、当時ね、はい、いや、誰だったかな、ね、びっくりしましたよ、僕も日本帰ってきて。いや、もうまあでも僕もね、飛ばされてしょうがないと思いつつも、そしたらせめて他の雑誌より優先させてくれよってなるじゃないですか。だって僕あの試合じゃないだけじゃないですか、出たので、今までもずっとあの代表で練習とかしてて、うん、で、はい、マスコミの方いるんですけど、僕ずっと素通りだったんですよ。スーッて行くやつですね。スーッて一番最初のバス乗りがもう一回帰ってきて、もう一回バスに行ったりしてたんですけどそれでもそれで帰ってきたら、まあバーってまあありがたいことですけど、はい、一番びっくりしたのはでもこう、うん、家に着いてですね、うん、テレビパッてつけたらうちのお袋がワイドショーに出てました、ね、家にいない家みたいな本当にびっくりしましたけどね、あの日は。あれはもう、はい、でも日本サッカー史上一番とんでもない盛り上がりした時ですよね。本当に日本サッカー史上一番のゴールですよ、間違いなく。ちょっとそこも、はい、あの後でちょっとそこもちょっと聞きたい、ね、ね、あの時のね、はい、ぜひその時の話も、はい、伺わせていただければと思います。ということで今日一応簡単にニュースもやりたいと思いますので、ニュースの方に入っていきたいと思います。はい、では最初のニュースはまず J1 の、結果から、いきましょう。浦和セカンドステージ初戦を制し18戦無敗、最下位の清水は5失点で黒星発進ということで、昨日 J1 セカンドステージが、スタートしました。はい、今上の方に結果が出ておりますが、岡野さん、はい、やっぱりレッツの結果気になるんじゃないかなと思うんですが。もう気になりますね、はい、もうういつもスカパーで、はい、レッツの試合は必ず、あ、そうなんですね、いますね、はい、今シーズン、はい、まあ、ファーストステージ優勝という結果でしたが、はい、岡野さん今シーズンのレッツについてどのように見てますか。いや、もう強いですね、うん、もう本当にそのボールの動かし方とかもそうですけど、取られた後の切り替えの速さとか、はい、もう見てて面白いなっていう、うんうんうん、まあ、昨年は多分そのいいところで、はい、まあ、よく落としたりしてたんですけど、はい、なんかこう多分その時ってこうサイドチェンジしてきて1対1になった時にサイドが仕掛けないで、はい、また下げたとこを取られてみたいなのが多かったんですけど、はい、今年は本当にそのサイドからも真ん中もそうですけど、本当ゴールに向かっていく、はい、あのプレーが多いんで、うん、もう見てる人も面白いですし、うん、で点取られても必ず逆転できるっていうのは、はい、本物の強さだと思うんで、うん、確かに去年と違って、はい、あのバイタルのところの活用がすごいですよね。はい、2人目、3人目突っ込んできて、うもう4人、もう3人、4人、5人絡んでいくので、あれは見てて面白いなと思いますね。うん、なるほど、はい、でもあんだけ革新的に強いのって本当に久々ですよね。そうですね。しかも見てて、あ、これ強いよなって崩し方しますよね。はい、どこが倒すのかなっていう、また興味もね、うん、出てきてますけど。うん、今、はい、まさにコメントが来てましたが、はい、裏は止めるとしたらどこが可能性ありますかね。今年の J1 見て、まあ、俺はファースト前みたいな感じで言うと、はい、まあ、前線完璧見てるわけじゃないですけど、はい、フロンターレ、フロンターレ、フロンターレとレッズの試合はファーストの時でもフロンターレが圧倒的な試合だったんだけど、最後セットプレーで追いついて、ね、はい、ドローになったけど、でフロンターレこの前のドルトムントボコボコにされたじゃないですか、はいはい、でもあの後にすごくやっぱり練習の質も上がってるって話をこの前の玉川クラシックの後も言語もしてて、
ああいうもうとんでもない試合の後に急成長するみたいなのってあると思うんで、はい、若い選手も多いし、うんうん、フロンターレのサッカーとレッズのサッカーって結構噛み合わせが良くて、うん、フロンターレの方に結構有利な形に今までなってるから、うん、あるかなと思って、そうです、ね、最大のライバルとして、ね、まあ、もちろんガンバとかもね、まあそうですね、ガンバもガンバの安定感すごいです、はいはい、うん、でもやっぱりこれね、もうどんどんレッズにいろんなクラブが絡んでこないと面白くならないですよね、はい、そうですね、だから僕は逆になんかあのその下位のチームに落としそうな気もするんですよね、なるほど、不思議とそういうことが起こるので、サッカーっていうのは、はい、確かに確かにもう完全にメタビカれたりした方がやりづらいところあるで、ね、はい、でポロって1点取られてしまってみたいなのもあるのかなとは思いますけど、確かに、はい、ちなみにあの今の浦和だと、仲いい人って誰かいますか？まあ、もちろん、はい、みんな仲いいですけど、はい、まあ、一緒にやってた選手だと、はい、まあ、今だと平川とか、はいはい、鈴木啓太、はい、あと阿部ちゃんとか、はい、うんうん、まあ、でも本当少なくなりましたよ、うん、もう一緒にやってた選手が、うん、はい、いやでも平川選手は岡野さんがレズからいなくなって、うん、酒の量が減ったから現役が長引いてるって言ってました、ね。あ、そうですか、はい、そんな話をしていいんですか？それは良かったですね。それは良かったですね、まあ、まあ、本当は結婚したっていうのがね結婚したって子供できたんで家帰って子育てするっていうのもあるんだけど、はい、でもね、半端なく飲んでたらしいから、うん、半端なく飲んでトップ行ったっていうね、タイトル取ったっていう、すごいそうですよね。やっぱ、僕、岡野さんがいた頃のレッツがすごく魅力的だったのは、非常にチームがまとまっていて、で、単なる仲良しチームじゃなくて、こう議論を活発にできる、うん、そのチームのあの環境がすごく僕良かったなと思っていて、うんうん、ああいうのってやっぱこう岡野さんみたいな人がいないとなかなか作れないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そうですね、意識されてたんですか？うん、まあ、僕は一回ヴィッセル神戸に、はい、行ってて、はい、それで帰った時が僕ちょうど30歳だったんですね、浦和レッズで、その時はまたもう僕がその前にいたメンバーも違う、うん、選手もいて、まあ、長谷部とかいたり、はい、トゥーリョが入ってきたりとかしてて、ね、すごい個性的なチームだったんですよ、はい、で結構まあまあなんとなくこうチーム内で あんまりまとまってないんだなっていうのはすぐ感じたんですね、うん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 、じゃあなんかちょっとこうみんなでやっぱ食事とか行って、はい、なんかこう喧嘩させた方がいいんじゃないかな、うん、で言い合いさせたら結構こう、はい、ぐっと仲良くなってですね、うんうん、でなんかこうそれがたまたまハマったというか、まあ本当にあんだけ個性あるチームだったんで、はい、まあ、やればもうガッてできる選手たちだったから、うんうんうん、もう一つにしてしまえば絶対強いなっていう、いや本当に一つになった感がすごかったですね。いや本当そうなんですよね。でも喧嘩はすごいするんですけど、うん、ただその喧嘩っていうのも勝つための喧嘩で、だからその試合になったらグッてみんながもう一個になれるっていうところがすごくまとまってたのかなっていう感じ、うん、やっぱサッカーチームってこう単なる仲良しっていうのはダメじゃないですか、ね、そうですね、で、まあ、仲悪くてもダメだしっていうところが、はい、そこがすごく難しいなと思うんですけど、うんうん、まあこれ実は企業とかもそうだけどね、はい、まあ確かに確かにそれこそ今もそうじゃないですか、ね、まさに、まあ、確かに、だから勝つために仲良くなるとかじゃないと、うんうん、ただやっぱりその仲良しになってしまうと、うん、傷の舐め合いしちゃうんですよ、うんうんうん、なるほど、はい、それでも後からお聞きしたいですけど、それだからそれを分かってもらえるのって、それをこうやるのってすごい難しくないですか？難しいですね。自分がしかも中でか、はい、正直今の場合だと岡野さん上なわけじゃないですか、はいはい、うん、そこからこう言ってもなかなかね、なんないし、そうなんですよ ね、 そこを伝えることが一番難しいですね、うん、まあ、本当でもあの時のメンバーめちゃめちゃ個性的でしたもんね、まあ、J リーグ史上なかなかねそうですよね、まあ、当初のヴェルディぐらいの感じ、確かに確かにそうですね、うん、あの時の開幕当初のヴェルディ か、うん、そうですね、ベンチに元日本代表と外国人選手がいましたからね、そうですね、確かに、ね、まあ、ACL 取っただけのことはありますよね、本当に、まあ、そうですね、はい、ちょっとその辺のまたチーム掌握術みたいなのはまた後ほど特集の方でも伺いたいと思います、はいはい、では J2 の結果もいきましょう、大宮が3発快勝で首位を独走、2位岩田も3戦ぶり、白星で追うということで、J2 も昨日行われましたが、ちなみに J2 見ることはありますか、岡野さん？あ、J2 も見ます。あ、本当ですか、はい、どこの試合、今年ご覧？全試合、あ、そうですね、スカパが入ってるんで、はい、その、うんうん、見れる試合は、はい、こう変えながら、はい、やっぱこう僕も一応ね、はい、今ゼネラルマネージャーやってるんで、はいはい、やっぱいい選手いないかなっていう、なるほど、そういう視点ですね、そうか、もありますし、スカウティングの視点で見ていると、もうあのいうことですね、なんかこう来たくないかな、はい、この選手来たらどうかなとかっていうのは見てはいますけどね、うんうんうん、なるほど、はい、
そういう中でこう今面白いサッカーやってるなっていうのは、いやでも今 J2 は面白いですよ。もう、うん、ジュビロがいてレッソいて、はい、もうね、京都とかもそういう、うん、もともとやっぱ J1 で、うん、名門が今 J2 でいっぱいいますから、うん、今大変だろうなっていう、どこが上がってくるのかなとか、うん、まあ、ジェフとかですね、まあ、すごいこう戦いしてるなっていうのがあるんで、もうどうしても気になりますね、はい、ジュビロはやっぱり同い年、七海博さんが、そうですね、うんうん、頑張ってほしいなと思います、はい、もうみんな同級生が多いんで、今札幌、ね、コンサドーレも、あちこち、うん、確かに野々村社長ですから、そうですね、もうみんなこう頑張ってほしいんですけど、もうちょっと上がれればいいのになっていうね、チーム数増やしてくれればいいのになと思ってなるほど、はい、はい、ということで、J2 の結果、はい、上に出ておりますので確認いただけたと思います、そしてじゃあ次、J3 の結果もいきましょう。首位山口が終了間際の連続弾で逆転勝利、YS 横浜は15戦ぶり白星ということで、岡野さんガイナーレですが、はい、ちょっと横浜に敗れてしまうという結果で、昨日の試合についてちょっと振り返ってもらってもいいですか。そうですね、もう、まあ、とにかく点がもう入んないなっていうところが、はい、もう、うん、まあ、PK で1点取られたんですけど、はい、まあ、前半のうちにやっぱ仕留めれば、うん、ああいう展開にはならなかったですし、うん、まあ、自分らでそういうふうに、まあ、負けに持ってっちゃったかなという試合でしたよね、うん、まあ、本当に若いチームになったんですね今年、はい、もう20、昨日なんか 22. 点、はい、いくつぐらいの平均だったんですけど、はい、まあ、本当にこう勢いに乗ってる時は3連勝したり4連勝したりしてたんですけど、はい、ちょっと今ここ、まあ、5連敗ぐらいしてるんですかね、はい、あのちょっとこう、今、ね、みんながどうしようどうしようってなってるところで、それをまた打開できたら、はい、また彼らも成長してくれるかなと思ってるんで、どうにかこう復帰、もう一回ね、こうなんかのきっかけで勢い出てきてくれれば、また若いチームなので乗ってくれるのかなと思ってますけど、はい、あの、まあ、リーグ戦のライバルにはなりますが、山口が、昇格してきてすごい強いじゃないですか。強いですね。この山口の強さって岡野さんどういうところにあると見てますか。まあそれはもう、まあ、JFL から、はい、まあ、上がってきて、はい、まあ、すごく、まあ、僕は開幕が山口だったんですね、はい、でアウェーだったの で、はい、で僕もあの鳥取からスポンサーさんが来られて、はい、なんで前の日ご飯食べに行ったんです、はい、そしたら街がやっぱ盛り上がってましたね、はい、で僕見るたんびにあの皆さんが「青倉さん」っつって、はい、明日は負けませんよみたいな、だからすごくその、はい、うん、あ、盛り上がってるんだなってところがあって、うん、しかもあの試合一番入ったんですよね確か。そうですそうです、7000人ぐらい入ったんですかね、うん、非常に、まあ、やっぱ チームも勢いありましたし、うん、まあ、最初は僕勢いかなと思ったんですけど、はい、もうここまで勝ってるっていうのはもう本物の強さだなという、うんうん、しかも勝ち方がすごいじゃないですか、なんか得点力、はい、そうなんですよ。あとなんかサッカーもちょっと褒めすぎかもしれないですけど、プレミアリーグみたいなサッカーしますね、縦に速くて、はい、うちもやっぱあのサッカーを目指したいんですよ、はいはいはい、それをもうやられちゃったなっていうところですよね、はいはいはい、もうその3点取られても4点取るとか、うん、そういう見てる方も面白いんだろうなと思いますし、うん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 、本当に本物の強さなのかなと思ってますね、まあ、でもレノハ その山口のメンバーは JFL のメンバーほとんどやってるわけじゃないですか、はい、だからそういう意味ではどのチームもその戦い方次第では本当にこう、うんうん、可能性ありますよね。そうですね、だから本当に選手もちろんいい選手いれば勝てるのかもしれないですけど、それだけじゃなくてやっぱりこうやり方というか、さっきの、うん、まあ、レッツの話じゃないですけど、どうやって一つに向かっていけるかっていうところが課題なのかなっていう、うん、まあ、そこはいつもこう追求はしてるんですけど、うんうんうん、なかなかそれもね、勝ち負けに一番難しいところで、はい、なんか本当きっかけでまたこううちもそういうなれれば、うん、そういって独走でいけるのかなって思ってますね、うん、はい、なるほど。じゃあちょっとこの話はまた、そうですね、また、はい、たっぷり、はい、伺いています。では次のニュースいきたいと思います。次はなでしこリーグの結果ですね。2ヶ月ぶりの再開となりましたが、ベレーザが、無敗キープで首位ということで、ワールド女子ワールドカップ後、もうすぐ、なでしこリーグが始まりまして、今節第10節ですねが行われました。相変わらずベレーザ強しということで、うん、無敗で首位キープというふうになっております。はい、すみません、サクサクいきます。海外のニュース一つだけ、9歳から過ごしたレアル対談、カシージャス涙の会見ということで、レアルマドリードから、
ポルトへの移籍を、うん、で、が発表されたカシージャス選手ですが、本拠地サンチャゴベルナベウで、対談会見を行ったということで、うん、なんと涙を流したということで、どうなんですか、選手としてこうやっぱり9歳から過ごした、はい、まあ、一番、まあ、人生を本当過ごしたあのクラブを離れるっていうのをどういう気持ちなんですかね。いやもうそれはもう家みたいなもう、うん、ものですから、うん、もう家を離れるというか、うん、まあ、僕も浦和はデビューしてずっと浦和だったんですけど、はい、うん、あんまり僕泣いたことないんですよ、勝ったり負けたりとかで、はいはいはい、やっぱ最後にあのもう浦和対談するときは、はい、やっぱりもう自然と涙が、うん、もうね、ウィンアーレッツってなんか、はい、わーってなったんですよ、はい、ウィンアーレッツってなったとき、はい、もう、はい、あもうこれダメだって、はい、初めてバーって出ましたね、やはり本当にこう、はい、やっぱりなんか自分が育ててもらったチームというか、うんうんうん、本当にそこがなかったら今の自分もないし、はい、っていうところでやっぱりどうしてもそういう感情というか、でもまあ本当にね、その辞めてからでも、はい、うん、やっぱり浦和っていうのが一番、うん、まあ、今でもやっぱ思い出があるというか、うん、まあ、今でもこう関わってね、はい、あのくださってる方もいるので、はい、うん、やっぱそういうすごい、うん、やっぱ最初のとこっていうのは、うん、そうですね、はい、カシージャスとかもなんか泣いたりしなそうなのに、そうなんですよね、だから僕もこの記事見た時に、あ、泣いたんだと思って、やっぱその普段泣かない人でもやっぱちょっと対談するっていうのはそれほど重いものっていうことですよね、まあ、しかも本当にその、まあ、小原さんっていうの浦和もそうですけど、はい、もう家みたいなもんですもんね、本当に、いや本当ですね、うん、だから今でも力ってあるじゃないですか、はい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 、もう力さんにはそっち行かせていただいて、はい、ガイナレを宣伝もさせていただいて申し訳ないいやでもレッドサポーターの人の中にガイナレを応援してくれてる人多分結構多いと思うんですよね、そうなんですよ、いや本当そうだと思います、そうなんですよ、小川さんがやってるとやっぱりこう応援したくなるじゃないですか、うん、そこだけね感謝しなきゃいけないところがあって、うんうん、まあ、また後でその話するのかもしれないですね、うん、はい、はい、もういろいろ協力していただいて、はい、あのちょっとそれますけど、はい、あの力さんがなんと池袋店を出したということで、はいはい、都内に進出ということで、はい、その辺はもしかして関わられたりするんですか、してないですか、あの、はい、その情報はもうあのあ社長さんからちゃんとなるほど、はい、この間行った時に、はい、池袋も出してんだよねって言われてたので、すごいですねって言って、はい、はい、すいません、ちょっと話がそれてしまいましたが、はい、本日のニュースは以上ということで、はい、以上ニュースでした、はい、はい、ここからは、特集ということで、岡野さんの GM 業とガイナーレ鳥取の今ということで、はい、特集に入っていきたいと思いますが、はい、今、はい、コメントでもたくさん来てるんですが、率直にまず岡野さんの GM 業って一体どういうことされてるんですかっていう質問が、はい、たくさん来ております。はい、簡単になんかもう説明できるもんですか、それは。まあ、まあ簡単というかですね、はい、まあ何でもですね、とにかく何でもやる、何でもやらなきゃいけないというか、まあもちろんそのチームの、はい、を強くするというか、うん、強化するということが一番ですけども、はい、まあうち J3 なので、うん、まあまずやっぱり、資金面ももちろん、はい、まあ営業ですね、うん、営業が一番多いかな、あと接待、はい、あとは、まあ、それだから営業とほぼリンクしてますね、うん、そうですね、うん、あとはまあそのまあ、チームをこう宣伝するというかですね、うん、はい、うん、それこそ全国の方にガイナーレ鳥取ってチームを知っていただくっていうところが、うん、まあだから何でも、ね、本当に何でもいいですね、はいはい、コメントで、漁業って来てますが、はい、あれですよね、今取り組みとして、はい、そういったこともされているということで、はい、そうです、ごめんなさい、タイトルなんでしょうか、野人と漁師のツートップツートップという、今は変わったんですけど、はい、まあ、本当昨年に、はい、境港さん、はい、すごいもう日本一水揚げなの、はい、があるんですけど、はい、そこの方に初めて営業に行った時に、はい、まあ、支援はできないけど、はい、魚は捨てるぐらいあるんだよって言われたんですねなるほど、でなんかじゃあガイナーレさんが、はい、まあ、なんか宣伝してもらったらいいよと半分、はい、あの、はい、それをなんか評価費にすればみたいな形で言っていただいて、はい、まあ、そのうちの塚野とかいろいろ考えた時に、はい、ふるさと納税って今鳥取すごいんですよ、はいはい、じゃあそのをちょっとこう真似させていただいて、はい、じゃあそれを買っていただいた方にはお魚が届いて、はい、でそれをで選手取りましょうというプロジェクトだったんですよ、はい、で最初
あの向こうの方もそんな言ってもそんなで、ね、はい、そんなんじゃないじゃない、はい、300口ぐらいでいいんじゃない、はい、みたいな言われたら、はいはいはい、僕が漁師の格好して、はいはい、魚持ってやったら、はい、衝撃でした、写真の皆さんなんか勘違いされたのか、はい、なんかあの野人岡の方がさサッカーやめてなんか漁師になったらしいよみたいなのがドバーってネットに出たんですよ、はい、それがなんかヤフートップになりましたよ、ね、はい、なりました。それで結構わーってそれが話題になっていただいたとか、なんで結構こう、うん、早い段階でもう 何千口ってこう、うん、すごいですね、いただいて、はい、最終的にはどれぐらい行ったんですか。最終で2700口、すごいですね。そこでやはりやっぱ浦和の、10倍じゃないですか、予想の。そうなんですよ。確かに浦和の方が、埼玉の方が多かったんですね。なんかありがたいなと思ってますし、うん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 、でまあ、今もやってるんですけども、はいはい、本当にその、うん、まあ、昨年はそれで皆さんにのどぐろとかも4枚入ってたりするんで結構喜ばれるんですよ、はい、関東の人からすると関東関西の方からすると、はい、のどぐろなんてもう4枚入ってたら1万円じゃっていう、そうですね、それに他のものも入ってたりとかセットなんですけど、はい、カニが4枚送られたりするんで、はい、逆に感謝されて、うん、なるほど。でまた一番良かったのはそこで選手を取らせていただいたんですよ、はい、そこにフェルナンジーっていうのと、はい、ハマゾッチっていうのと、はい、まあ、安田君っていう3人を、ね、取らせていただいた、はい、その3人がまた活躍したんですよ、はい、これで活躍しなかったら僕大変だったんですよ、はい、なるほど。で僕フェルナンジーニョがうちに来て初めて試合に出るときに、はい、これ機能しなかったら俺何言われるか分かんないなと、はい、こんだけ支援していただいて、はい、って言ったらそのハットトリックしまして、はい、それで皆さんが大喜びになった、うん、はい、それを結構こう今も続けて、なるほど。で今年に関しては、はい、あの魚だけじゃなくてですね、はい、スイーツだったり、うん、お肉だったり、うん、またあのスポンサーさんがあの、はい、お菓子とかですね、うんうんうん、出していただいて、うんうんうん、のでまたぜひですね、ホームページで見ていただいて、うんうん、またご協力いただければ、はい、もう特に推しの時にはちょっとこれをしてって連絡もらえたらですね、はい、もうあのガンガン押しますから、ね、あ、そう、ありがとうございます、はい、そうですね、もう、はい、それはうちも、はい、無償でご協力できるので、はい、そうですね、はい、でも本当にその、それで鳥取っていうものもまたこう、ね、知っていただいたのも、うん、境港の方もすごい喜ばれてましたし、うん、本当にいい、もまさにそれと一緒にこう地域密着もできるという、うん、そうですね、本当にそういう素晴らしい形で、結構多分それでもそういうのでも真似てるクラブあるんだよね、はい、はい、そうですね、はい、真似されて、で、もともと浦和にいた山岸っていうゴールキーパーが、はい、うん、今山形に、はい、でやってるんですけど、はい、あの向こうでそれ出したらちゃんと、はいはい、あの野人さん真似させていただきますみたいなちゃんとなんか丁寧に入れてもらいました、ね、山岸から連絡がありましたんで、いやもうやそれを絶対あれやった方がいいよっつって、はい、なるほど、はい、いやでもこれある意味スポーツビジネスのそのやっぱり新しい形っていうのを生み出したかなっていうふうに思うんですけども、はい、今でなかなかこう J リーグのスポンサーとそういうふうにこう分かりやすい形でスポンサーメリットっていうのがこう出る形っていうのが少なかったなっていうのを思うんですけど、今回のこのケースっていうのは本当に、あ、じゃあこれでちょっとあの J リーグのクラブにスポンサードしてみようかなみたいなふうに、いろんなあのクラブにとっても影響のあるなんか施策だったのかなというふうに思うんですけど、そうですね、本当にたくさん地域にクラブがあって、うん、そこにたくさんいいものが、はい、その県にはあると思うので、それもこう食べていただいてというか、はい、知っていただいて、うん、でこういうクラブあるんだよって知っていただいて、はい、でそこに選手がそのあ私の買ったあれで、はい、選手が今活躍してるんだって言って、うんうん、だからうちの選手に関しては最初魚の名前つけようかって言ったんですけど、ね、登録名で登録名でのどぐろのどぐろとか新しいですよ、のどぐろみたいなちょっとでも確かに点取りそうですよね、のどぐろとって、ね、なんかドログバ感ありますよね、名前になんかアフリカっぽい感じの、すごい、それは面白いですね、魚の名前面白いそれはでも今はちょっとまだ実現してないと思いますね、まあ、実現できないと思います、できないですかねなるほど、はい、今これからはなんかこういう、はい、あのまた新しい画期的な取り組み考えてますとか、そういうものはありますか。はい、これからはですね、はい、また新しくですね、はい、バックステージプロジェクトさんという、はい、会社がですね、はい、株主さんになっていただきまして、はい、うんうん、でそこがまあ本当イベントとかすごいやられてるところで、はい、でまあ本当にまあまあちょっとエンターテイナー性を出そうという、うん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 、まあスタジアムに行ったら面白いことやってるよと、はい、だからまあサッカー好きじゃなくても、うん、そういう方がスタジアムに来られて、はい、
まあ、サッカーじゃあ見て帰ろうよっていう、うんうんうん、で見たらサッカーってこんな面白いんだって言ったらまた見に行こうっていう、なんかその、うん、いろんな方がサッカーのコアなサポーターさんはもちろんもうずっと毎回来てくれますけども、サッカー興味ない方もなんかスタジアム行ったら面白いイベントやってるから行ってみようかっていう、なんかそんなことをもう今こうできたらいいなって考えながら、その方といろいろ勉強させていただいてるというか、スタジアムの中でいろんなイベントが見られるようになるというようなとこですね。この間バーベキューを試合後に、はい、試合後にバーベキューってなかなかやらないと思うんですよ。それでも勝敗次第ではなんか大変なことになりそうなんですけど、それをやりましたね、はい、でもすごく良くてですね、はい、非常にその選手とサポーターの方が触れ合えるというか、はい、まあその時は引き分けだったんで、はい、あれでしたけど、はい、まあ非常にすごいいい雰囲気 で、まあ、プレゼントとか、まあ、その時に来た人しかもらえないようなプレゼントがあったりとか、でそういうのが、はい、すごい良かったなっていう感じしたんで、まあ、いろんな取り組みをできたらいいのかな、やっぱこうやっぱ選手、はい、やるのは選手ですけど、はい、やっぱりサポーターの方とか、そういうスポンサーの方とかとやっぱ触れ合うというか、それで、はい、やっぱり一つになるきっかけにもなると思いますし、やっぱコミュニケーションを取りやすいのかなっていうところなので、で、まあ、選手たちもそうやってこんだけ応援してくれてる人がいるっていうのを知るっていうのは、またプレーに影響出てくるのかなと思うので、そういう意味でもいろんなイベントをしていろんな方にまた来ていただければ。コメントでですね、はい、ちょっとお話をそれます、はい、浦和から誰か選手取ってくださいって来てますが、どうですか、そういうお気は取らせていただきたいですよ。浦和安くていいな、はい、そうです、すごいね、いい浦和がね、結構持っていただければね、はい、ぜひですよ、鈴木愛がない選手を、うん、あのフィーほとんどなしでレンタルしてもらえるみたいな、まあ、なるほどなるほど、そんな家賃は出すよみたいな、浦和の選手がもう来たっていうだけで話題になりますし、まあ、そうです、今だと、野崎選手が、野崎が来てますね、まあ、頑張ってますけど、まあまあ、はい、今ちょっとこう、まあ、いろいろ、まあ、鳥取来たばっかりっていうのもありますし、非常にいい選手なので楽しみにしてますけど、はい、早くメンバーにね、うん、どんどん入って試合出てほしいなと思ってますね、はいはい、で、やはり、今日ちょっとその岡野さんに触れなきゃなと、はい、思うのが J2 ライセンス、ちょっと今季断念というところが、はいはい、まあ、今シーズンですね、はい、今シーズンの、はい、申請を上がって、そうですね、来季ですよね、だから、はい、そうですね、来季 J2 が大丈夫です、はいはい、ということで、だから今季に上がるのができなくなったということですね。そうですね、今季がもし優勝しても上がれなくなったということですね。と、はい、いうことなんですが、これについてはそのクラブとして、今後どうしていくっていうところは今、そうですね、まあ、僕もその、まあ、残念だった時は、本当残念でしたし、はい、なんかこうどういうモチベーションでやっていこうかなと思ったんですけども、それこそ新しくまた、はい、株主さんになっていただいたところで、はい、まあ、来年からは大丈夫、うん、ライセンスも大丈夫だよっていうことになったので、はい、まあ、とにかく今期はその、はい、まあ、若い選手が多いですけど、はい、とにかく彼らが育ってくれるっていうのが、もう本当に来年うちがどうなっていくかなっていうところなので、まあ、昨日も YS に負けましたけど、はい、もう彼らがあとどう感じてくれるかなっていうところですね、その負けた、その先ほども言われてましたけど、悔しさを次どんだけ爆発できるかっていう、本当彼らにもかかってますし、でうち、まあ、フロントとしてはとにかくそのやっぱちょっとこう信頼を失ったというか、そういうね、サポーターの方とか、まあ、鳥取県の方、特に今企業の本当たくさんの方に応援してくれてるので、そこのやっぱり信頼を取り戻すにはとにかくこう、まあ、今諦めちゃいけないなっていうところなので、なるほど、であと目標が2020年にオリンピックイヤーに J1 に昇格しようという新たな目標があるので、はい、まあ、とにかくこう来年もうどういうチームを作るかというのが今一番大事なところですね、うんうんうん、で、まあ、もうスポンサーさんもそうですけど、はい、もう常にもうやっぱ動いてないといけないなっていうところですね、今その選手たちは逆に、はい、今年上がれないっていうふうになってしまった時にモチベーションの持っていき方が難しいかなと思うんですけども、うん、その辺は岡野さん何かこう選手たちのアドバイスとかされてるんですか、はい、結構ミーティングはしましたね、何度も何度も、はい、うんうんうん、個人的にもやりました、全員にも言いました、で、まあ、僕も同じ気持ちだと、はい、
俺もそのライセンスなくなった時にショックだったし、うん、はい、ふざけんなと思いましたけど、うん、ただ、うん、まだそのもしか勝ってれば、はい、やっぱり事態は変わると思うと、うん、選手たちが勝ってくれれば、はい、それはフロントにはできないことだと、うん、やっぱ結果グラウンドで結果出してくれてれば、はい、もしかしたら、うん、いいよってなるかもしれないよ、うん、やっぱ結果の世界なので、うん、でも負けてたら、はい、もう諦めるしかないよねって、うん、という話したり、あとは、はい、とにかく、まあ、若い選手なので、うん、もういくらでも取り返すことはできるから、うん、絶対もうそんなことでめげてるようじゃもう一流にはなれないよと、うん、そんなこといっぱい起こると、うんうん、裏の時も前日に落ちたりしたけど、はい、でもそこで諦めなかったから1年で上がったし、うん、でもう一回 J1 でできることになったしって、うん、そういうなんかいろいろ話は選手たちにもう伝えて、とにかく来年からは絶対ライセンス大丈夫だから、うん、来年勝てるチームを作るために、うん、今どうにかもういろいろ自分ら苦労しろと、うんうんうん、いう話はみんなにしたんですけどね、うん、はい、まあ、でもそのバックステージプロジェクトさんが入って、はい、うん、来季が大丈夫だからって、つまり今季の決算が大丈夫だからっていうのが見えたのが大きいですよね、うん、そういう話をするようになった。それはもう大きかったですね、うん、それがなくてこの先も見えないってなったら、はい、いろんなところに行って話もできないです。話もできないですし、うん、やっぱ僕が言ってることが嘘になってしまうところもあるので、本当にたくさんの本当鳥取の企業 もほとんどの企業さんに応援していただいてますし、はい、うん、もうそういう方に申し訳ないですし、先ほどあの打ち合わせで伺ったんですけど、450社も、はい、協賛しているということなんですよね、はいはい、その数って多分 J リーグで他に聞いたことないですよね、そこまでの数って、うん、まあ、ちょっとそこの、ね、知識が俺たちがまだ足りないかもしれないけど、はい、でも相当多いというか、うん、そうですよね、やっぱりそれは鳥取というところにとってどうなんですかね、それだけエンターテインメントとしてトップだからってことなんですかね。まあそういうふうに思っていただいてるのかなと、うん、まあ本当にそのちっちゃい一番ちっちゃい県で人口も一番少ないところで、はい、プロチームができて、はい、まあ、僕も最初 JFL の時に行ってたんで、うん、本当に外慣れて J2 に上がれるのかなと思ったんですけど、うん、やっぱ上がったっていうその凄さと、うん、でやはり J2 を皆さん見、まあ、鳥取の方も見たので、はい、やっぱあのイメージってすごい良かったと思うんですよ、うんうん、なのでやっぱ今 J2 に落ちて、はい、すごいこうがっかりされてるんですけど、ただこう鳥取の方っていうのは、うん、なんかこう一つに なってくれる時はなってくれるというか、うんうんうん、逆に断念した後にスポンサーさんが増えたりとかですね、はいはいはい、じゃあやってやるみたいなに言ってくださる方が多いので、だから僕らからするともう絶対そこは裏切っちゃいけないところなので、うんうんうん、どんな形でもまず J2 にまず復帰しなきゃいけないなっていうのは、うんうん、まずそこを考えてますし、うんうん、でまあ、2020は一応目標ですけど、はい、本当 J1 に上がれたら本当鳥取県どうなるのかなって、うん、それこそ浦和のサポーターが来るわけですから、確かにどうなっちゃうのかなってですね、うん、まあ、もう本当に正直 J2 に上がった時の経済効果ってすごかったんですよね、はい、うん、ガイナレが J2 に上がって、うん、本当 FC 東京さんが、はい、あの来られたりガンバさんが来られたりして、はい、もうガンバさん来られた時なんか、はい、その遠藤とか今野がもうちょうどもうリアルに代表だったんで、はい、そうですね、はい、初めて1万人以上スタジアム入ったりとか、はい、そこでその人たちが飲食して帰ったり、はい、旅行して帰ったりしてくれるってすごい経済効果になりまして、だからそれがまた J1 に行けば、また鳥取っていうのはすごい、またこうもしかしたら新幹線走っちゃうのかなと、なんかすごいそういう想像はね、ありますね。なるほど。まあとにかくまずでも J1 に上がらないとそんな話してらんないんで、はい、どうにか、まあ、僕も J2 でちょっとやってみたいなと思いますしね、はい、あの先ほども伺ったんですけども、うん、あの1000人集まるイベントはあの県内でも祭りが、あるぐらいで、つまりサッカーが一番大きいイベントになってるっていうことなんですよね今。そうですね、あの、はい、やっぱもう今今年は配ったりしてないですけど、はい、やっぱり日曜日雨だろうが、はい、あつまりもう、うん、天気だ、ただけんは配ってないってことですね。はい、ただけんは配ってないんですけど、まあ1500人入っていただけるっていうのはもう非常に鳥取のイベントの中ではもうなかなか来ない感じなので、コアなその人たちがいて、だからその外にその先ほど言ったようにいろんなサッカー以外のイベントも仕掛けながらどん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 人を集めようということですね。本当に全然興味ない方とか、あと離れてった方もたくさんいると思うんですよ、ガイナーに裏切られたみたいな形で、はい、だからそういう人たちがもう一回、あ、でもまだ頑張ってるなと、うん、
じゃあもう一回見に行ってやるかみたいな感じでもいいので、うん、またこうねたくさんの方がまた興味を。そうですね、1万人以上入ったことがあるわけですからね、うん、はい、そうなるとあれですよね、県内でもやっぱり何ですか、その行政とか政治家さんもこう集まりやすいんじゃないですか。そうですね、結局県内最大のイベントだとそこで政治家さんも PR したいみたいな、はいはい、うんうん、行政さんも PR したいっていうのはあるじゃないですか、はい、だからなんか結構県とかあの市とかの支援も受けやすいのかなっていうふうに思うんですが、その辺はどうなんですか。非常にあの本当に協力していただいてですね、はい、あの心配していただいてますし、うん、助けていただいてますね、うん、でもう本当にだからもう答えは税制にまず戻ることしか本当できないですね。で、今後 の, そのビジョンについてのところなんですけども、はい、あの岡田さん、まあ、GM として、どういうふうにこう今後ガイナーレをしていきたいっていうのはあの今のところお持ちですか。うん、まあ本当に先ほども言いましたけど人口が一番少なくて、はい、一番ちっちゃい県なんで、うん、とにかくその、はい、まあ、ガイナっていうのも大きくっていう、はい、方言なんですけどね、ガイナっていうのは、うん、はいはい、だからその本当にこう鳥取の方でみんなで一つに、うん、なんかこう なったらすごい力になるのかなと思ってまして、はいはい、それがまあサッカーがきっかけになってくれたら一番いいのかなっていう、分かりやすいのかなと思ってるので、うん、まあガイナーレを通して鳥取、はい、県っていうのをもっとこう知ってもらって、うん、鳥取がどん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 活性化していくとですね、うん、非常に、うん、ガイナーレができてでよかったって思ってくれるようになチームにしなきゃいけないですし、まあやっぱ ACL とかね、はい、で戦えるようなチームになりたいですよね、うん、なったらいいな、まあ、僕はどこまでいるか分かんないですけど、うん、はい、あのいずれねそういうチームにしていきたいし、うん、で、まあ、やっぱガイナーレから、はい、日本代表にそれこそワールドカップ出るような選手が出てこないといけないのかな、うん、今あの、まあ、人口の比率ですけど、はい、2年前ぐらいからなんですけど、うん、サッカー登録人口数っていうのがあるんですよ、はい、あれが一番になりまして実は、あ、え、人口比率があるんですけど、人口比率では静岡を、なるほど、ですね、あ、そうなんですね、鳥取県が今一番なんです、人口比率では、ね、なので鳥取が1位、はい、そんだけサッカーやってる子が増えたんで、プロスポーツ他にないんですか、あの鳥取県内に他にスポーツは、もうそうですね、サッカー、あのバスケとかないんですね、バスケとかはないです、あの、うん、島根にはありますね、はい、隣の、はい、なのでいやもう唯一の本当にプロスポーツなんですね、はいはい、なのでそういう子供たちのためにもですね、やっぱガイナーレは強くならないとですね、うん、そうですね、あの恥ずかしいよって言われてしまうので、うん、はい、じゃあガイナーレのその下部組織というんですか、はい、はどういう感じの規模なんですか。あ、今はあのユース、ジュニアユースってありまして、はい、非常に昨年に関しましてサンフレッチェに初めて、うん、勝ったんですか。勝ちましてですね、すごいですね、サンフレッチェに勝つってすごいですね、サンフレッチェに勝つってすごいですね、なのであの強くはなってきてるんですけど、うん、あの、うん、本当にこうそういう若い子たちがやっぱ鳥取で育って、うん、まあ、今はガイナーレは J3 ですけど、例えばうちの選手でもそうなんですけど、やっぱりそれこそ浦和とか、うんうん、あの J1 のクラブからうちに来てくれっていうようなチームになっていかないといけないのかなと思ってますね。それが一番、まあ、財産になりますし、ガイナーレに行ったらみんな選手が育つよとか、そういうチームになれればいいのかなとは思ってますけどね。環境はすごくいいので、あ、環境いいんですね。環境いいです。お水だって水道水で十分ですし、はい、で食、まあ、魚も美味しいですし、はい、まあ、食べ物はもう美味しいですし、うんうん、はい、で自然でやっぱ空気もいいですし、うんうん、はい、なので練習環境とかどんな感じですか。練習環境もたくさんありますね。あの、そうなんですね。やっぱ今 J3 だから限られてるところもありますけど、うん、また J2 とか J1 になれば、うん、もういろんな芝生がねすごく育つ県なんですね。あ、素晴らしい。なるほど、うん、だ芝生のグラウンドもいっぱいありますし、サッカー王国じゃないですけど、はい、なんかそういう形でな今後なっていったらいいのかなとは少しは思います、うん、今年ユースから、2メートルの、はい、畑中君でしたっけ、畑中君っていうんですか、はい、上がりましたよね、はい、結構ニュースでは話題になってましたけど、もう素材ではもう世界なので、あとはもう彼はい、がどういうふうに成長していくのかなっていうところが非常に、うん、まあ、
もうそれこそすごい選手になったらもう日本の財産というかもう武器ですよね、はい、もう上げときゃなんとかするんじゃないかっていう、うん、なので今ちょっとこうまだ線が細くてですね、成長痛が結構な長くて、うん、そうなんですね、そういう年代ですもんね、はい、でまだ筋肉トレーニングができなかったんですよ、はいはい、でやっと止まったので、はい、やっと止まったんですよ、すごい鍛えさせてですね、はい、まず、基礎基本的なプロになっていくような、はい、そのフィジカルとか、はい、それがつけばもう非常に楽しみな、あの、まあ、2メートルはすごいですね、2メートルすごいですよ、2メートル何センチでしたっけ、2センチとかでしょ、そうです、2メートル3センチ、3センチ、そうですね、で、なんかまだなんか大きくなってんじゃないかなってなんで、あのすごいですね、まあ本当にでももう本当に2メートルの選手なんてなかなかね、はい、どういう感覚でやってるのかっていうのが、はい、僕らもちょっとそこはさすがにわからないので、うん、うまく本当にこうそれを武器にできるような、はい、で昔あのそれこそ浦和にワシントンっていたんですよ、ね、うん、はいはい、フォワードでもすごい得点力がある、はい、ワシントンみたいなあのペナの中で、はい、もう手と、はい、もう手の長さで相手をこう越させないとか、はい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 、ああいうプレーできたら、はい、もう本当に日本の武器になるのかなと思いますけどね、確かに、はい、特に日本のサッカーこう高身長の選手止めるの苦手じゃないですか、はい、そういう意味では本当に武器になり得ますよね、そうですね、まあうまくね、うん、あの 育てなきゃいけないですし、育ててほしいなと思ってますね、あとでも見る側からしても分かりやすく、うん、特徴が分かりやすいですし、うん、そういう選手はやっぱこうなんか見たくなりますよね、そうですね、なんか人気も出そうですよね、もう本当、ドアとかびっくりしますからね、はい、入ってきたらもうこうやってやんないと入れないんですよ、どこもそうですよね、確かに、あの移動バスとかも大変そうですね、いや大変だと思いますですよね足とかがなんか前とか使われそうですもんね、はい、で今日せっかくあの岡野さん来てるんで、はい、僕あの岡野さん個人の話もちょっと伺いたいなというふうに思ってまして、やっぱりちょっとみんなに質問募ったら、はい、あそうですね、ぜひあの岡野さんにこれ、聞きたいっていう、質問コメントを書いていただければと思います、その前にちょっとじゃあ僕から一つなんですけど、はいはい、やっぱりあの岡野さんといえば僕はあの高校時代のエピソードが本当に、はい、もうなんか映画みたいなストーリーだなっていうふうに、うん、はい、あの思ってまして、はい、改めてそのどうやって、高校そのサッカー部を立ち上げたのかっていう、うん、湘南高校ですよね、そうですね、今の立正大湘南、はい、立正大湘南高校ですね、もう今でこそ立正大湘南ってもう名門中の名門っていう感じで、はい、うん、選手権でもあの上位に、うん、はい、顔を出すようなチームになってきたんですけども、はい、それを一番最初0から1にしたのは岡野さんなんですよね、立ち上げたっていう意味で、まあ、まあそうですね、はい、まあ、僕横浜出身で、はい、まあ、なかなかちょっとどうしようか、はい、サッカーも続けたかったですけど、はい、全然そんなに有名な選手じゃなかったし、はい、やっぱりあの時の当時の高校、ね、サッカー行くのって、はい、まあ、スカウトというかそれこそ推薦とかで行くんですけど、はい、もうどこからも来なかったですし、はい、でもサッカーは続けたいなって言った時に、はい、たまたま知り合いの方がその島根に寮生活できて、はい、サッカー部もあるし、うん、で高校数も少ないから選手権出やすいから、はい、そこ行ってサッカーやればいいじゃないって思ったんですよ、はい、あ、じゃあそれもいいなと思って、はい、で、まあ、僕一人っ子だったんですよね、はい、でカズさんがちょうどその頃本出されてて、はい、あのブラジル留学してるっていう、はい、だから、あ、ブラジル留学もいいなと、はい、そういうところでサッカーやるのもいいなと思ったんですけど、うん、まあ一人で生活できないからまず寮生活すればっていういろんな、はい、いろんなきっかけがあったんで行ったんですよ、はい、行ったらですね、はい、サッカー部がないんですよそれあるって話はどうだったんですか、嘘だったんですか、いや、まあ嘘だったのか、まあ、間違いが伝わってきてなくなっちゃったわけじゃないですよ、はい、まああったんですけど、はい、あったんですか、あったんですけど一人しかいないんですよ部員がいや、なんか壁にボール蹴ってる先輩がいてそれでなんかパッて行ったらそれサッカー部ですよね、じゃないそうだよって言って他にいないんですかって言ったら俺だけだけどで、まあそこでその先輩とじゃあ募集しましょうって言って、はいはい、で募集して、はい、まあ、皆さん入ってこられたんですけど、はい、ただうちの高校って昔、はいはい、それ変わってまして、はい、まあ、なんて言うんだろうな、今スポーツ学校ですけど、はいはい、昔はちょっと構成させる、はい、まあ、いわゆるなんかヤンキー校っていう、まあ、全国からそういう方がね、はい、集まるような高校でして、はい、でまあもう寮生活も厳しいですし、はい、それこそもうこうやってこう旗持ってこう、はい、あの軍歌歌いながら、はい、先が男塾みたいな、はい、あの学校でして、そういう学校があるんですよ、本当にすごい学校行きましたね、でそこでサッカー部立ち上げてですね、はい、
やっぱ先輩方もいっぱい入ってきていただいたんですけど、何がしたかったって言ったら、その寮がもうすごい厳しくて、はい、外出れないんですよ、はい、もうはっきり、はい、刑務所みたいな感じです、感じですね。でサッカー部入ると外、まあ、練習場が30分ぐらい離れてるところだったんで、はいはい、外出れるじゃないですか、はい、外出れるぞって言って勧誘したんですか。いや、あの違うんですよ。それで入ってこられて、でもまあ最初はまあまあサッカー、はいはいはい、でもみんなサッカーやったことない方もいたんで、はいはい、したらまあね、昔当時ですから向こうからもそういう高校生が歩いてきますよね、はいはい、田んぼとか、はい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 、でもうすぐ喧嘩しに、まあ、そのためにまず入ったんだなって、目的はこれだったのかみたいな、はい、でもまあせっかくサッカー部作ったんで、はい、まあ、練習僕が教えながら はい、やってたんですけど、はい、まあ、練習試合やっぱしなきゃいけないなと思って初めて練習試合行くんですけど、はい、やっぱうちの高校有名で、はい、その全国から来てるんですよ、はい、そういう沖縄から北海道、まあふらつきの日で、でやっぱやってくれないんですよ、うん、まあ、怖いからっていう、はい、まあ、怖いですよね。で一個だけやっていただいた高校があって、はい、そこがまた絵に描いたような高校でして、はい、もうほんとスプレー書きでガーってなってて、ああ、なる、ね、もうなるほど、で僕らは構成させる学校だったんで、別にちゃんときちんとしてますし、はい、こうやってユニフォームで立ってたら相手がいないんですよ、はいはい、そ向こうの方でなんか制服のまんまボール蹴ってる人たちがいて、はいはい、制服のまんまで、その人たちがバーってスパイクだけ履いてて、はい、あとみんなもうこんなんですよ、学ラン、学ランボンタンとか、昔で言うね、はい、でこうもうガムクイーンクイーンなんで、はい、よろしくお願いしますみたいな、みんなこんな髪型してる人たちが並んで、はい映画ですね。もう映画しかないです、ね、これ映画しかないで、キックオフの同時にうちの先輩がカカカって走って飛び蹴りをしました、ね、はい、それでうわーって大乱闘になってで、まあまあ勝ったぞということ でボールが一つも動いてないこれがね一試合目ですね。なるほど。でもちゃんとまあそっから僕が涙流しながら、はい、あの本当に僕がサッカーって好きで、はい、ちゃんとやってくださいって言ったらすごい練習していただくことになって、はい、そのチーム県で3位ぐらいのチームになってきましたね。すごいですよね。その時にまあ本当に一生懸命やったらこんなに上手くなるんだなと思いましたけど、はい、そうなんですよね。だからど素人からでそんな上手くなるんだなって、だから僕なんかありえないですよね、はい、だからそんなにだいたいエリートじゃないですか、はい、あの J リーグ入る選手って、はいはい、そうですよね。高校でサッカー部なかったっていう、ね、確かに。だから僕はね、今の選手たちに言ってるのは誰でも可能性あるぞって。なるほどなるほど。俺でもなったんだよお前って。有名なある話だ。それだって、いやこれ本当、はい、それ有名な話ですけど、はい、それで大野さん J リーガーになるだけじゃなくて、はい、現在で活躍して日本代表になって、で日本をワールドカップに連れてって、ね、導いて、もう意味わかんないぐらいのストーリーですよね。本当そうっすよ。人生が本当に映画みたいな人生ですよ ね。今考えたらね、はい、そうなんですよね。いや僕その先日あの安で指導されてる岩谷先生あのちょっとトークショーに行ってきたんですけども、はい、あのそこで岩谷先生が言ってたのが、うん、あのいわゆるヤンキーとか悪いやつ、本当悪いやつのが、全然圧倒的にサッカーうまいと、うん、サッカーっていうのは騙し合いだから、うん、悪知恵が働くからフェイントのかけ方とか一つとっても、うん、やっぱり、ね、ヤンキーって全然レベルが違うんだよねっていう話をされていて、小原、うん、さんそういう風に感じることありましたか、一緒の高校の審判やっぱり、ね、あの本当に皆さんサッカー始めたばっかりでしたけど、はい、能力がすごいんですよ、はい、なるほど。なんか特徴がみんなあったっていうか、はい、僕はね、高校の時はそんな、うん、走るようなプレースタイルじゃなかった、はいはい、今なんですけど、そうなんですね、僕大学の時に初めて足が速いの知ったんですよ、はい、そうなんですね。あんまり信じられないです。サッカーで別に 100m を測る練習なんかないの、はい、タイムを測る、はい、で別に速いと全く思ってなかったんですよ、はいはいはい、で大学入った時に初めて、はい、まあ、それで単位が取れるっていう授業があって、はい、100m の授業があって、はい、出たら、はい、まあ、みんな陸上のスパイク入ってたんですけど、はい、僕だけバスケットシューズで行ってで、はい、走ったらその時10秒7が出て、バッシュで10秒7ってそれ本当なんですね、それね。他の伝説の一つで、それでプレースタイルを変えたんですよね。なるほど、はい、高校の時の体育の授業ないんですか。いや、100メートルは測ったことなかったと思います。50メートルとか、はい、でも全然僕よりサッカー部に速いのがいたんで、はい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 、だからまあまあまあそんな遅くはなかったですけど、そんなみんな能力高かったんだから、すごいチームじゃん。僕が真ん中にいて、でその速いやつをもう置くわけじゃないですか、はいはい、サイドに、うん、で真ん中に、はい、もうとにかくまあちょっと経験して点取れるやつを置いて、はいはい、であとはもうディフェンスはもうどういうことドヤンキー
めちゃ根性ある。もう潰すことに関しては。すげえ。絶対抜かせねえって。絶対抜かせねえ。なんかそれがハマりましたね。はい。すっごい手とか使ってたんだろうな。そうなんですね。でも、なるほど。そういうチームですごいじゃあ個性的なサッカーをやるチームだったんですね。そうですね。まあだんだんその、はい、あの下の年になってちゃんとサッカー経験者が入ってくるんだから、はい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 、最初はもうそういう形でやってたら、うんうんうん、結構勝つようになりまして、そのチームをこうやって最初から勧誘するところからそうやって同じ方向に向かせるってことも含めて、もうその後に生きてますね。だってレッズの時も、うんうん、あの J2 に落ちた時夢の話ですけど、はい、岡野さんがみんなにこう声をかけてすぐにもう、うんうん、これ、うんうん、あの残留して、はい、一緒に J1 もう一回上がろうよって話をしたじゃないですか、あの時ね。そう、だからみんなに誰に聞いてもね、真っ先にそれを動いたのは岡野さんだったよね、あの時。そう、まあ、やっぱりあの時も裏落ちた時に、はい、もう最終戦だけ出れなかったんですよ、靭帯やっちゃって前の試合で、うんうん、で、まあ終わってもうすぐ出た時にやっぱりあのサポーターの方がみんなその泣き涙流しながら、うん、頼むぞと、もう諦めないでくれと、来年も上がればいいんだからみたいに言っていただいて、うん、その時に僕バーンってマスコミに囲まれたんですね、一番最初に出たん で1年であげますって言ったんですけど、うん、よく考えたらみんないなくなったらどうしようっていうねみんないなくなったら上がれないのなるほど、すぐ電話しまして、当時今みたいに、はい、あの複数年契約してる選手なんてほとんどいないので、はい、そういう携帯じゃなかったから、うん、だからもう出てこうと思ったらみんな出てっちゃう、はいはいはい、これはまずいと、うん、すぐ電話してですね、うん、はい、いいか残れよと半分脅しです、はい、一緒じゃないですか、はい、それ高校の時と近い感じですそしたらまあみんな残ってくれてまあまあよかったですやっぱね、上がるのにみんないなくなっちゃったら上がれないなっていうのがあったんで、それ、はい、あの頼むって言われてやめられるやついないですよ、ね、その後のサッカー人生とか考えるいやいやいや確かに本当そうですね。であのコメントできてるんですが、はい、あのレッツに入った経緯、はい、オファーはどんな感じであったんですかっていうのを質問できてたんですけども、あ、僕ですか、はい、僕はあの日本大学だったんです、はい、はい、それこそ高校の付属だったん で、はい、体育推薦っていうので入ったんですよ、はいはい、で各高校から体育推薦で、はい、あの日大枠があるんですね、はいはいはい、でも当時のやっぱり大学サッカーっていうのは、はい、もう J リーグまだなかったんで、はい、とにかくスターの集まりだったんですよ、うん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 、スター選手しか行けない、はい、だからもう特待生と推薦しか入れないんですね、うんうんはい、で僕体育推薦だったんで別に全然関係なかったんで、はい、そうかサッカー推薦じゃなくて体育推薦ってことですね。そしたらまあサークルに名前書いてたんですよ、はい、もう高校も男子校だったし、はい、まあ、女子行った方がいいななんて、はい、書いてたらたまたまパッて、はい、壁見たら、はい、サッカー部募集っつってなんか、はい、テストがありますと、はい、一般の、はい、でテストを受けに行って、うん、その時もう40人もういっぱい来てたんですね、はい、すごい人数来られて、はい、その中の2人しか受かんないんですよ、うん、でもシャッフルしてあの試合するんですけど、はい、僕ね3点なんか何点かな4点ぐらい取ったんだ、はい、そのテストでいきなりテストでそんな1試合とかじゃないですよね、なんかもういろいろこう、はい、ごちゃごちゃでやるんですけど、はい、4点ぐらい取ったら、はい、その人数の中、僕2人に受かりまして、2人、はい、たった2人。すごい。だけど、受かった理由が、はい、おめでとうと来たんで、はい、ありがとうございますなんて言ってたら、お前らさ、洗濯係とマネージャーどっちがやりたいって言うんですよ。はい。はいって言って、でも洗濯係とマネージャーどっちやりたいって言うから、じゃあ、洗濯係でお願いしますって言ったら、本当に洗濯係になりました。練習はさせてもらえるんですけど、試合のメンバー入れないみたいな、はい、だったんですよ、最初。はい。でも一生懸命やってたんですよ、はい、サッカーだけを絶対、はいはい、そしたらたまたま、はい、コーチをやってくれる方が入ってきて、はい、結構実力の世界というか、はい、やっぱ一生懸命サッカーやってるやつ、はい、メンバーに入れるよみたいになって、はい、なるほど。で僕天皇杯の予選あるじゃないですか、はい、あの1回戦から初めてサブに入れてもらって、はいはい、それでみんなブーブー言われてるんです、なんであんな選択係入れやがってみたいな感じだったんですけど、たまたまそのフォワードの4年生の先輩が、はいはい、怪我されたんです、はい、で僕出たらその6点ぐらい取ったんですかね、はい、いきなり1試合目でその時はもうスピード生かすプレースタイルになってたんですか、はいはい、で多分こうやってこう交代していきなり6点、6点ぐらい取ってからレギュラーになってで選抜とか入るようになったりして、まあやっぱ足が速かったっていう、うん、まあ、あんまり昔いなかったようなタイプだったんで、はい、まあ、目に留まったというか、うん、でやってた時に、まあ、それも筑波大学でしたね、はい、
筑波大学で当時すごい強くて、はい、ほとんどジュビロ あのメンバーだと、はい、黄金時代のメンバーだった人たちが、1回も大会負けたことなかったんですよ、はい、でその時に初戦がジュビロ、あのジュビロじゃなくてあの筑波大学だったんですね、はいはい、で僕らなんか知らなくて、はい、筑波がすごいのがいや筑波じゃなくてその試合がその日にあるの知らなかったどういう大学ですかねだから渋谷で飲んでたんですよ渋谷で前の日したら誰かがいや明日試合じゃないですかみたいなってとかあったっけって言ったらありますよって慌てて書いたんですよそれで会場ついてもでも筑波だしどうせもう勝てないよねなんて言って、はい、もうほんと強かったんで、うん、したら僕はいや点取ったんですよ、はいそしたらまた追いつかれてやっぱずっと押されててやっぱ強いなと思ってやってたら最後なんかポーンってコーナーキックで守ってる時にキーパーが弾いたボールが僕の方に来たんですよ。で僕ペナぐらいの方にいてそこからドリブルして 4,5 人抜いてったからダーってでキーパー抜いて入れて足ずって交代するんですけどそれで初めて勝ったんですね。すげえ動画残ってないのかな。それすごいな。そしたらその時に別に僕ら日大を見に来てるんじゃなくて、うん、筑波大学もみんな J リーグのスカウトから皆さんが来たんですよ。じゃああいつ誰だってなったんですよ。そしたらまあ、はい、浦和さんとか、うん、あのレイソルさんとか、はい、まあ今日立でしたけど、はいまあ、鹿島アントラスさんとか、はいまあ、いろんなところに、まあ、来てる、はいまあ、練習に参加しなっていうぐらいなんですけど、で浦和レッズさんだけは、はい、なんかその中退しても来てくんねえか、はい言ってくださったんで、でこんな僕ですよ、はい、高校にサッカー部なくて、はい、最初洗濯係で入って、うん、その僕にあの J リーグのチームが中退してきてくれないかって言ったら断る理由ないですよねそれで中退したんですね。そうです。でもそれが大変だったんですよ、はい、また僕一般で入ったじゃないですか、はい、サッカー部にしたら僕がそうやって先発に入ったから、はい、学校が特待生に途中からしてくれたんですよ。はいはいはい、そのタイミングでレッツが来てくれってなったもんで、特待生にしたのにって、はい、で日大からすると、はい、いやいやいやと、うんうんうん、やめないでくれ、まあ、そうですよね。それはもう肩書きがあれになるから、うん、それ揉めて大変だったんですよね最初、はい、こんな僕に揉めてるよ初めてだこんな思いそれはもう岡野さんうんじゃなくて、はい、もうそれは日大とレッツさんで直接やってるんですね。後から聞いたらそのぐらいなんかもう揉めてたみたいで、まあでもそうですよね、はい、大学から初めての J リーガーみたいなそういう話ですもんね、うん、おそらく。そうです。なるほど。それその試合筑波に勝った試合は何年生ですか？2年生1年生その時は3年2年だったかな。3年だったかな。3年そうですね。3年でそうですね。4年になる時に中退してるんで、はいはいはい、そうですね、はい、2年生の時の天皇杯だったかな。これあとそう僕ちょっと一個やばい質問出してくれて言ったのに全然なんか皆さんねもうやっぱ聞き入っちゃってちょっといや多分出てたんだけど私は見てないんじゃないの。あ結構僕見てたんですけどあんまり質問実は今の話が面白すぎて面白すぎてちょっと聞きに入っちゃってる感じがありましたね。いやこれでも冗談抜きで映画にするみたいな話にならなかったんですか。でも漫画には確かな漫画にはありましたけども、はい、あの本も出させていただいて一回野人で、はいはい野人で、まあでもやっぱりまああんまりやっぱ学校側からすると、うん、今です本当にそういうスポーツの学校になりますし、はいそうですね、名前も変えられてやってんで、はい、あんまり出してほしくないみたいな、まあはい、そうですよね。今本当に名門ですもんね。もうこの僕ね多分ねこの話したのって多分、はい、レッツが優勝したあたりぐらいから言い始めたんですよ。もうそろそろ解禁してもいかないですか。最初昔バラエティ番組かなんかで、はい、ちょっとその、はいなんかこう面白くなんか やったのすごい学校側がクレームつけた、はいはい、それからあんまり僕は封印してたんですけど、はい、でも本当の話なんで出してもいいでしょうっていうことがあって、うんうんうん、まあ面白いですしまあまあそのいろんな人にまあそういうね、はい、違うなそういう方にはこう勇気が湧くのかなと思って、はい、なんかそういうのを出させてもらったらいいなと思って最近は講演とかで喋るようにしてます。なるほど、はい。あの僕ちょっとこれ聞いていいのかどうかわかんないですけど、はい、答えられないっていうんだったらちょっとあの NG でありますけど、はい、その高校の時に勧誘する時に、はい、あの怠慢で俺が勝ったらお前入れよっていうのもあったっていうのは本当ですか。あ高校ですか。はい。あなんかあれですよあのサッカー部じゃないですよ。あサッカー部じゃなくてですか。サッカー部じゃなくてその、はい、なんか入れようじゃなくてですね、はい、多分そこでも喧嘩大会が始まるわけですよ、ね、だからその全国から来てるので、はい、誰が一番強いのかっていうのが、はい、その畑とかで、はい、喧嘩大会が始まってるっていう、はい、喧嘩大会が始まってる、なるほど、はい、
多分それのことじゃないですか。なるほど、はい、そこにはじゃあ岡田さんもパワーがあり余りすぎちゃってるんですね。はい、だからまあ本当に、はい、もう今考えて笑っちゃうんですけどよく天下一武道会ってきてますけどそんな感じなんですね。でも本当に僕はそこをよく耐えたなって思います。本当もうみんないなくなりますからほとんど、はい、あの辞めますから途中で。なかなかじゃあ脱走して卒業できないんですね。でだからもう卒業式はよく、はい、よく耐えたですからねうわー大泣きですよでも本当に僕はあの高校のおかげで多分今の自分があるなと、うん、だからなんか本当にその、はい、うん、強くしていただいたというかそのそうですね、もう本当によっぽどのことじゃなかったらもう焦らないですからね。はい、まあ、ジョホールバルはもうさすがに死にそうになりましたけど、はい、もうあとはもうほとんどその高校に比べれば全然楽だな、はい、みたいな、はいはい、なるほど、はい、そりゃそうです。やっぱりそういうの大事なんです ね。その時にストレス体制を作ったってやつですね。だってもうね授業とかありえないですからね。気をつけっていうのが授業ですから、はい、本当に先駆け男塾じゃないですか、うん、寮だってもう本当に夕方になってピッて窓とか開けるとピーンってブザーになるでも天候ですからねめちゃめちゃ忙しいって完全に俺なんか悪いことしたかなみたいなえ、森さん、小原さん自身は中学の時は悪かった？いや、なん全然ですよ。まあ、周りはみんなそうでしたけど、はい、そんな別に僕は。なんでそこの学校行ったんですか？まあ、だからそのサッカー部があるとか、はい、まあ、寮生活だしとか、はい、まあ、そういう選手権出やすいかもっていう理由で行ったら全然違う。そこちゃんと調べたら絶対行かなかったですよね。毎日泣いてましたよ、もう悔しくて。なんで俺こんなことやってんのかなと思って、ね、なんでこんなとこ来ちゃったんだろうと思いますよね。すごいなそれ。あ、すいません、もうあっという間に、はい、時間が1時になってしまったんですが、ちょっとだけ延長しても大丈夫ですか？はい、はい、もう一個ちょっとやはりジョホールバルの話を一つだけ、はい、少しだけ伺わせていただきたいなと思うんですけども、はい、やっぱあの時のことちょっと、はい、振り返っていただきたいんですけども、はい、やっぱりゴール決めるまで結構チャンスが、はい、まずはその前ですよ、はい、その出るところからだって出たことなかったわけじゃないですか、はい、確かにあれでこう、うん、どのタイミングで出るかもしれないっていうのが分かったんですか？ずっと僕この試合ちなみに僕も聞いたと思うんですけど、はい、忘れてるんですよね。だメンバーは入ったりしてて、はい、そうですね、でも絶対出さないんですよ岡田さんが、はい、そうですね、はい、でこの展開絶対来るよねって言ってて、はい、結構出せって言ってたんですよ、はい、僕本人も、はい、あと周りとかもなんかね、はい、そういう話したんですよね、まあ、中田秀がそれこそやっぱりこう、うん、ね、はい、彼のパスっていうのは僕好きだったんで、はい、でなんで出さないんですかってなんか秀も聞きに行ったら、はい、あいつは秘密兵器だと、はい、なるほど、秘密兵器はいいけどと秘密兵器でも僕出ないとコンディションだってどうすんだと、ね、しかもコンビネーションだって初めて出てどうすんだってねでなってたんですけど、ね、うん、であの時あんまり勝ってってなかったというか、そうですね、すっげえプレッシャーだったわけですよ、うん、もう本当に今だから言えるけど、うん、胃薬飲んでやってる選手いっぱいいて、もうそれぐらいプレッシャーだったわけです。何でかって、はい、ドーハの悲劇の後だったので、うんうんうん、もうでしかもワールドカップが日本で開催するっていう決まった時だったので、はい、もしか出れなかったら、はい、開催国変わるかもしれなかったんですよ、うんうんうん、そうですね、それまでだから開催国枠で出るのが初めてっていうのは、うん、はい、なかったですね。あと J リーグもちょっと人気が落ちてきた時で、はい、もしかこうワールドカップ出なかった、もしかどんどんもう、はい、もしかしたら J リーグもなくなる可能性があると、うん、それは言われたわけですね、知らない、はいはい、ずっとあの予選の最中に、うん、でしたらもう負けて勝てなくてサポーターの方もバーってなってたし、マスコミにも叩かれ、うん、はい、でも大変だったんですよ、はい、外戦車が、まあ、こう来るわっていうことで、うん、もう本当に大変で、その中で、まあ、なんとか韓国に勝ったりとかして、はい、でプレーオフになったわけですよ、はい、でもさすがにこれは僕出るなと、はい、秘密兵器ってこういうとこだよね、うん、まさにそこです、まさにここです、ね、でも寝れなくてですね、もう、はい、ジョーボールバルで寝れなくて、はい、うわーしたらもうイメージばっかりしたわけですよ、はい、でもなんかやっちゃいそうな気がするってその時は思ってたんですね、はい、で、まあ、スタジアム入ってまたちょっとこう、うん、まあ、教会の偉いさん来て頼むぞってまたプレッシャーかけられて、はい、またみんな胃薬とか飲んでやってるわけですよ、はい、で始まったらゴンさんが点取って、はい、おし来たと、うん、だけどあの時やっぱ強かったですけど、イランっていうのは、はい、ダエとか、はい、アジジとか、はい、もうヨーロッパでやってるような選手がいて、うん、で逆転されて、はい、でもそしたら来ますよね、うん、逆転されて、はい、後半から来たぞこれ、はいはい、って言っててでアップしてたんですよ、はい、そしたら岡田さんが2枚変えるとフォワード、はい、うわ来た、やっぱ来たぞよしやってやるってなってたんですよ。そしたらあのカズさんとゴンさんが、はい、選抜で2人バーッと交代する時に、はい、ジョー・ロペスって言われたんですよ。そうですね、そうでしたね。あんたここ
嘘でしょ秘密兵器はどうしたんだとあなた秘密兵器って言ってここで変えなかったら俺いいってもうなマジでって言ってふざけんなよって言ってたんですよ本当にでふてくされて、はい、ふざけんなって言ったらその下出たジョーが、はい、点取って同点だったんですよそうですね、はい、あの、うん、高い打点のリングですよね、はい、でもあの試合っても勝たなかったらワールドカップいけないんで、うん、そうですねで大体フォワード2枚返ったらもうないと思ったんですけど、はい、もしかしたら、はい、勝つために3トップとかで行くんじゃないかとでちょっとアップしてたんですよ、はいこれがもう、はい、気持ち取り戻して、はい、もう一回取り戻して、はい、したらだんだんですねあの時って本当来られてる方は分かってると思うんですけど、うん、日本のホームみたいだったんですよ、はいはいはい、マレーシアだったのに、はい、だんだん皆さん分かってるんですね状況が、うん、負けたらもう日本はワールドカップ行けないと、うん、もう終わっちゃうこれは、うん、したらなんか会場の雰囲気すっごい嫌な雰囲気になってきて、はいわかりますなくなってくるもう一点勝負、はい、恐ろしい緊張感、うん、そしたらですねこれ不思議ですねよしもう出るのやめようと思うわけですよよしもう関わりたくねえとよしやめようこれ、ね、そーっと座ってドクターのふりしてこうやって応援してそれもう延長になりましてもう延長になったりしてもうみんなの精神状態やばいですよねもうもう最しんとしてるわけですよ、はい、スタジアム、うん、でも日本だなってますけど、はい、もうなんか雰囲気が違うんですよ、はい、でも一応アップするじゃないですかゴールがね、はい、したらその時にあの本田さんと話してて、はい、これお前 V ゴールだよお前大変だよななんて言ってたんですよ、はい、だってこれ取られたら終わりですもんね、うん、そう、その時だから V ゴールだからね、うん、そうですよね初めてのね、はい、これ取られたら終わりなんかもう恐ろしいっすねとか言ってて、はい、そしたらその瞬間に岡田って言ってるわけですよ、はい、岡田監督俺出せって言ったけどここじゃねえここはやめて岡田さんそれはあなたもうはっきり言ってもう本当に戦争で言えばもう行ってこいって言ってるもんですよ確かに大丈夫ですよ戻れないやつですよ、ね、戻れないやつですよ帰りのもうあれをもらってないってことですよそれで岡田さんってすごいああいうすごい方で結構選手を送り出す天才なんですよ、はい、なんでかというと詩を作ったりとか、はい、みんな震えながら出ていくんですよ、だから僕なんか初めて出るから岡田さんよっぽど面白いこと言ってくれるかと思ったんで、はいはい、あ面白いすごいこと言ってくれるかなと思ったら、まあ、唯一こうで眼鏡開けて入れてこいと、はい、それだけですよこの人本当ふざけてんなとそれでもう今何も分かんないうちにエンジンが始まって、はい、もうすんごい震えてるわけですよ、はい、でもうブイーッと始まったら、はい、もういきなりチャンス来るんですよ、はい、それこそヒデから、はい、来ましたよね来ましたね不思議なんですよもうね本当に皆さん交通事故とか多分なんかもうやばい時ってスローモーションになるんですか、はい、あれは実際に起こるんですよね、はい、僕にスポットないけどパーンと浴びあの、はい、当たるんですよで真っ暗でもシーンって何も聞こえないんですよ、はい、そしたらってドリブルしてるんですけど、はい、もうキャプテン翼 の、こうやって丘を越えていくような昔を振り返る時間がある、はいはい、これやべえ俺入れたらヒーローじゃん、はい、でも初めてだしこれ思いっきり蹴って、まあ、外れてもしょうがないなって言ってバーンって蹴ったらキーパーにスポットライトがあって、はい、キーパーが弾くんですけど、はい、それまた現実に戻るんですよ、はい、それブワーってなってるんですけど、まあ、1本目1本目まだ大丈夫、はい、1本目だからまだ落ち着け落ち着けってやってるんですけど全然落ち着かないんですよ、はい、それまた同じようなことチャンスが来るんですよ、はい、それまた僕にスポットライトが浴びるじゃないですか、はい、やべえまた来ちゃったこれとこれ外したら俺もしかしたら殺されんじゃないかなうちのおふくろとか会場にいるけどまずいんじゃないかなとそしたら今度ここディフェンスが走ってくるんですよ、はい、スポットライト浴びた、はいそうよかった追いかけてきてくれたよかった一人ぼっちじゃないと思ったら、はい、そいつが転びましたスコーン転ぶなよ嘘だろお前って言ったらキーパーしかいないんですよ、はい、でこれマジ外したら俺ほんとやばいほんとやばいってパッて横見たら中田秀と目があったんですよ、はい、よかった秀って横にポンって出した間にディフェンスがいてポンって勝ってたんですもううでも本当に多分ね皆さんも今でも覚えてますよ、まあ、何やってんだろうって言ってましたね僕も言ってましたねバカじゃねえかお前打てよって言ってましたまさにそうですよそれが会場で起こるわけじゃないですかでもみんながわーってなってるわけですよもう岡田さんベンチみたいな頭抱えてるでももう僕の精神的な中ではこれマジで自殺しようかなそれかマレーシアだからマレーシアの国籍取ってもうマレーシア人になろうとかもう本当にボールも触りたくないぐらい怖いんですよ今までやっぱサッカーって自分が好きでそれが職業になってこんな幸せなことないわけですね、はいうんはい、でそれが初めてサッカーなんてなんで始めちゃったんだろうってずっと思ってる、で本当に日の丸の重みでしたね、うん、もうあんなことはまずないなっていうで3本目外れて で後半はまあまあだいぶあれになったんですけど、はい、まあ最後入れた時に、うんまあ、これは入るなと思いました、ねはい、まあ本当にほっとしたというか、うん、そんな心理
の中でやってまして、うん、だから終わった後も誰も喜んでなかったですね。いやだからもう本当にほっとしたって感じです。なるほど、出れてよかった、役割終わって日本に帰れるっていう、うんうん、もう本当それぐらい重みでやってましたね、うんうん、誰も喜んでなかった。だから表向きは喜んでるけど、その後になったらみんな本当よかったねっていう、ね、バスの中なんか負けた感じでした、うん、へえ、はあ、でしたね。へえ、そこまでやったんですね。初めてみんなでわーって喜んだのがホテル帰って5時間後ぐらいじゃないですか。はあ、みんなもう食事の時も喋んなかったですし、うん、ただ日本に電話したら、はい、すごいみんな酔っ払って大騒ぎするんですよ、はいはいはい、どうしたんだと、はい、夜中に、うんうん、そしたら何言ってんだお前が入れてから今大変なことになってんだ日本は、はい、って、はい、そうなんだって僕ら分かってなかったですよ、まあ、その状況が、まあ、そうかそうか、今みたいにスマホがあるわけじゃないし、はい、うん、新聞も3日遅れぐらいに届いてたんで、うん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 、そんなに日本が盛り上がってるっていうのは、はい、しかも夜中の試合だったんで、はい、まあ、明日のニュースぐらいで話題になるのかなと思ってましたけど、まさかリアルにその時間帯に皆さん見てると思わなかったん で、はい、で日本帰った時にさっきの話じゃないですけどびっくりしたっていう、うん、はい、感じしたね、はい、でも本当あのでも決めた時もスローモーションですか。あれも決めた時もスローモーションで、あの決めた時は真っ白でした、うん、もう本当こんな感じで、もう壁が真っ白な、でもあれすごい話があって、はい、あの僕はあの GM になって、であのパープルサンガさんと練習試合があったんですよ、はい、で僕知らないで行ったら、はい、向こうの監督さんがそのイランの時の監督だったんですよ、はい、あ、はい、あ、ブラジルの、ね、はい、そしたら僕の頃に笑いながら殴りに来ましてお前あの時のとかってなったんですよ。そしたら金、そしたらもうそのパープルサンガの練習試合だったんですけど、はい、もうマスコミの方が来られてもこれは面白いっつって緊急記者会見が始まりました、ね、はい、その場で ありましたね、はい、バドゥー監督、はい、そうか、そうです、そうです、はいはい、その時にいや僕も外した話をしてたんですね。でもあんで日本に帰れないかもしれないっつったら、はい、あのキーパーいるじゃないですか、はい、あれ同じことが起こってまして、えあれ弾いたじゃないですか、はい、あれキャッチできたらしいんですよ、はい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 、でもあの時もイランはもう PK しか勝てないと、うんうん、疲れ切ってるし、はい、もう日本に勝つ方法は PK だと、うん、であの時 あのゴールキーパーってアジアナンバーワンゴールキーパーで、はいはい、PK 戦負けたことないらしいんですよ、うんうんうん、だ PK に持ち込めば勝てると思ったんで、はい、時間稼ぎしてたんですよイランすごい、はい、そしたらあれも弾いてキャッチして痛がろうと思ってたら、はじいた瞬間に僕がいてびっくりしたんですね。あ、僕はヒデがボール持ってたから、僕ヒデからボール絶対来ると思ってたら、はい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 、常に走ってたんですよ、はい、であれたまたま打ったの弾いたの僕いたんですけど、うん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 、だから向こうは弾いてもそこに誰もいないだろうと思って弾いたんです、うんうんうん、だから僕ねもう覚えてるんですよ、はい、目が合ってるんですよ、はい、であーって顔してるんですよキーパーが、はい、だからそういうことが起こってて、やっぱりそのもうそれから1年間大変だったみたいですよ、ゴールキーパーの方が もう泣きじゃくって、うん、精神的にもちょっと落ちて、うん、監督にいつも電話して、うん、俺のせいで、俺のせいでっつって、うん、なんか大変だったって言ってました、はい、そうなんですね、うん、それわざと弾いたの知らなかったな。いや俺も今初めて聞きました。僕もその時に初めて聞きました、あの監督さんに、はい、あの時なんかあのヒデさんがもう岡野さんにパス出すんじゃなくて俺が決めるっていうんで打ったって言ってましたよね。もうこいつに出してもダメだって。ダメだ、ダメだ。3本でしたね。まさか4本目くどもなんて、ね、いやでも本当すごい、もう本当に凄まじい、聞いてちょっと聞き入っちゃう伝説の話、この、ね、本当日本のサッカーの歴史を、そうですね、変えましたからね。いやいやでも本当にね、まあどっちか恐ろしかったですよ、もう本当に。それで勝ってたからこうやってまたこういうね番組とか出させていただいてますけど、はいはい、笑い話にしてますけど、負けてたら、うん、本当に何やってたのかなと思ってますからね、自分が今もサッカーは絶対やってなかったですし、うん、怖いですね、日の丸ってすごいですね、本当に。それぐらいの、でもそこまでじゃなくてもやっぱりでもみんなプレッシャーかかるんでしょうね、うん、やっぱりあのワールドカップの舞台とかでも本当にかかりますよ、はい、こっちはね好き勝手言ってますけどね。いや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 、でもそれはそれでいいんですけどね。いやでも本当に僕今思い返してみても、うん、その97年の僕国立の、最終予選はほぼ全部行ったんですけど、うん、当時まだ高校生でサポーターやってたんですけど、その時のやっぱりスタジアムの雰囲気って尋常じゃない雰囲気で、あの時の雰囲気を経験しちゃうと、まあ、そうだったね、うん、こうその後のサッカーのスタジアムの雰囲気とかがこうちょっと違うスポーツというか、それぐらい決定的になんか違う97年のあの国立っていうのは、ね、やっぱさっき言われたみたいに本当その次のワールドカップも決まって、うん、でもうすごいプレッシャーというか、はい、
サポーターもでもあれも本当にこうその前があるから、うん、そうですね、うん、ドーハの悲劇やっぱり衝撃的だったのがあったんで、うんうん、本当多分二度と、まあ、あそこまでの悲劇感は多分ないと思うんですよね、うんうんうん、確かに、まあ、あるとすれば日本が出場を逃して、うん、その後の時とかで、はい、そうですね、もう次あるとすればできればそれがね、あの生きてるうちには ないといいなと思います。ないがいいですね。でも本当にでもあれからね、もうずっと日本がワールドカップ毎回出てるってすごいですね。本当そうですね、ということですみません、はい、ちょっと時間が、オーバーしてしまったんですが、本日の特集は以上ということで、以上特集でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いやこれでも、はい、ぜひまた、ね、ちょっともうまだまだ引き返りそうなんで、はい、いやもうぜひぜひ、それこそ僕はあの以前岡野さんにインタビューさせていただいた時に香港の話もすごい面白かったんで、はい、またちょっと香港の話なんかも次回出ていただいた時にいろいろ伺いたいなと、はい、その時はもうガイナリが J2 に上がっているように頑張りますので、そうですね、はい、またよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、ということで、ちょっとあのイベント、はい、今日のイベントの夜のイベント告知を、はい、させていただきます。今日、実は岡野さん僕も一緒にあの出演するんですけども、新宿、ロフトプラスワン、じゃないかな、ごめんなさい、新宿ロフト、新宿ロフト、はい、こちら、一色とおる義勇軍、はいはい、革命集会ということでこちら、岡野さんも出演されるということで、はいはいはい、すごいイベント出ますね。そうなんです、結構いろんなところに呼んでいただいて、はいはい、これどういうきっかけで出演っていう形に、これはですね、相模原の、はい、俺試合行った時に、はい、あのエレベーターで相模原のスポンサーさんやられてる方がいて、はい、その方にイベント出てくれないかって言われて、そうなんですね、それで実現したと、はい、で今度僕がその横浜線で来るのを、知ってたので、ついでにという、ついでに、まあ、こっちに来られるんだったら出てくださいというきっかけです、まあ、我々もそこに乗っかるっていう、そうですね、はい、すみません、ということでこちら、はい、皆さんもぜひ、今日お時間ある方来ていただければと思います、はい、それとあと僕が6年前にあの岡野さんを取材した時のちょっと写真をぜひちょっと出したいなと。全然この流れでいらないけどいいよ、出していいよ、はい、今日その岡野さんにあの6年ぶりなのでこれ、はい、まだ僕が痩せてる頃ですね、すごい、そうですね、はい、痩せてますね、ウィニングイレブンのやつですね、痩せてたんですね、僕シュッとしてる、はい、シュッとしてますよね、これ頭はドレッドヘアですね当時、はい、みんなもう言いたい放題言ってるけど、言いたい放題言ってますね、はい、ナスビとか書かれてますけども、かっこいいっていうのもあるよ、あ、かっこいいのもあります、ありがとうございます。この時の取材のことどこからそう覚えてます、覚えてますか、はい、よかったです、ウィニングレバーね、やりましたよ ね楽しいですよね、はい、楽しいです、はい、すいません、ちょっと余談でした、はいはい、ということで岡野さん他に何か告知、早めにこれ早めに出せよ、そうですねいや、引っ張れないもう告知としてはまたぜひですね、はい、ホームページでその、はい、漁師のツトップのやつまたやってますので、うん、はい、ぜひたくさんの方にまたお申し込みいただければいいなと思います、はい、ちょっと、はい、概念の、あ、じゃあ概念の貼っといてちょっと、はい、ホームページ、あ、今出ておりますね、はい、これですね、はい、野人と漁師のチーム鳥取プロジェクト、はい、はい、これ、野人の真面目な地方創生案ということで、はい、今回もすごいですね、そうです、今回は本当に魚だけじゃなくてお肉、はい、スイーツ、はい、お菓子と、うん、いろいろありますのでぜひですね、やっぱこれ本当買われた方実はうちの社員でも何人か買った人が、ね、はい、うん、おりまして、すごいお得ということ、すごいお得って言ってます、はいはい、こんなに送られてくるのっていうぐらい、関東の方からしたら、はい、まあ、お得だと思います、そうですね、鳥取の方はね、はい、もっとあれも安く入るんでしょうけど、うん、なるほど、はい、そうなんですよ、ので、まあ、でもそれがやっぱサッカーの支援にもつながるって、それこそトトじゃないですけど、はい、そういう感じですよね、はい、確かに、はいはいはい、ということで皆さんもぜひこちら、うん、見ていただいて、スイーツ、ぜひお願いします、はい、僕もちょっと買います、はいはい、選べるので、はいはい、すごいですね、はい、これ魅力的です、はい、ということで、山さんは何か告知は大丈夫です、大丈夫ですか、はい、はい、ということですみません、今日ちょっと、オーバーしてしまいましたが、はい、岡田さん、最後までお付き合いいただきありがとうございました、ありがとうございました、ぜひ出てください、よろしくお願いします、楽しかったです、ありがとうございました、はい、こちらこそありがとうございます、はい、はい、それでは明日の番組の、はい、告知も、明日は、青山さんが、出てくれます、今日ちょっとあんまり J リーグのこと深くやれなかったんで、そっちの方、フォローしていきたいと思います。それでは、本日は以上と
ということで、大丈夫ですか、なんかもう告知ないですね、皆さん。OK ですね。はい、はい、ということで皆さんまた明日12時にお会いしましょう。さよなら。